トロイ・ブランドン・マーフィーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、モリスタウン出身のバスケットボール選手。ポジションはセンター。身長211センチメートル、体重111.1キログラム。ノートルダム大学に3年間在籍した後、アーリーエントリーを宣言。2001年の NBA ドラフトにおいて、ゴールデンステート・ウォリアーズから全体14位指名を受けた。 ルーキーイヤーの2001から02シーズンは地味な成績で終えたものの2年目の2002から03シーズンは躍進開幕から先発起用されるとダブルダブルを量産10リバウンド以上獲得できる選手として認知されるようになった2月のオールスターウィークエンドではルーキーチャレンジに2年目の選手代表として出場したまた この年のミップを選出する投票では3位だった。しかし期待された3年目の2003から04シーズンは故障によって28試合の出場に止まり不本意なシーズンを過ごしてしまった。2004から05シーズンは3ポイントシュートに開眼。キャリアでは前年27本の 3P シュートを試みたのが最高だったが、 この年は70試合出場のうち148本ものシュートを放って59本成功させた。オフェンスにおいても平均15.4得点を記録し、また平均10.8リバウンドで一昨年以来のシーズンダブルダブルを記録している。2005から06シーズンは若干成績は下降しているが大きな怪我をすることなく74試合の出場を果たした。 2006から07シーズンは低迷するウォリアーズを再編すべく、ドンネルソンが11年ぶりに HC に就任。開幕前はマーフィーをセンター起用する方針でいたが、結局、アンドリス・ビエドリンシュンが先発センターを務めることになり、昨年同様パワーフォワードでの先発になった。また開幕前のプレシーズンゲームにおいて、相手選手と接触した際に尾骨を骨折。開幕戦からは、 ペースガードを装着して臨むことになった。その後、プレー面では不調。故障も重なって、欠場を繰り返した。そして、シーズン途中の1月17日、トレードにより、アル・ハリントン、スティーブン・ジャクソン、シャルーナス・ヤシュケビチュス、ジョシュ・パウエルと交換で、マイク・ダンディー・ビージュニア、アイク・ディオグ、キース・マクリオドと共に、インディアナ・ペーサーズへ移籍した。2010年オフに、トレードで、 ニュージャージーネッツへ移籍。2011年2月23日にユタジャズのデロン・ウィリアムスらが絡む三角トレードによりかつて所属したゴールデン・ステート・ウォリアーズへ放出された後バイアウトで解雇され3月2日にボストン・セルティックスと契約2011から12シーズンはロサンゼルス・レイカーズでプレーし2012から13シーズンは ダラスマーベリックスで数試合プレイした後解雇され、引退となった。前日の通り、2004年以降は 3P シュートも大投げ、するようになったビッグマンである。もともとフリースローも高確率で決めており、長身の割には器用だったと言えよう。外角からのシュートのおかげで 3P ラインの外側、またハイポストからローポストまでシュートセレクションの幅が広がった。 やはりファンの多くは最大の魅力をリバウンドに感じており、毎試合10個前後を記録する。キャリアハイは2003年に記録した22リバウンドである。しかし211センチメートルの身長ながら、ブロックショットはキャリア平均0.4ブロックで非常に少ない。ありがとうございます。